はい、どうも、始まりました。龍一ビジョンの龍一です。どうも。今回はですね、いつも使っているものを掃除したいということで、机のですね、デスクチェア、これのキャスターの汚れを落としたいと思います。いやー、なぜそう思ったかというとですね、実はですね、キャスター付きのデスクチェアなので、移動するのにゴミを拾うわけですよね、キャスターが。そしてそこが真っ黒になって、それを放置していると、床を、綺麗じゃないキャスターの汚れが床につくわけですよ。まあ汚れは元から立たなきゃダメということで、今回、デスクチェアのキャスターを掃除していきたいと思います。これが今僕が使ってるデスクチェアです。早速掃除しやすいように裏返しにしていきます。ということで、裏返しにして準備ができましたので、このキャスターの、汚れ具合をチェックしていきたいと思います。はい、ということで今こんな感じで汚れております。それでは早速掃除に取り掛かりたいと思いますが、この場合はですね、洗面器にこれちょっとぬるま湯なんですけど、であとたわしですね。たわしに。そしてですね、今ご家庭にある洗剤、スプレーでも何でもいいと思います、ね。界面活性剤のあの食器洗いの洗剤で、僕の場合はこれを家にあったのでこれを準備しました。ということで早速こいつを投入していきたいと思います。すごい汚れてます。たわしがない方はですね、これちょっと都合がいい小さいたわしなんですけど、こういうたわしがない方は歯ブラシ、タオルでもいいです。あのちっちゃい食器洗いのスポンジでもいいです。そういうのを使って落としていっていただければいいと思います。さて、それではいきます。おお、落ちますね。これ落としとかないとですね、せっかく掃除機ですゴミ吸ってきれいにしてもですね、床がどんどん汚れていくわけですよ。これあの人間の皮脂が結局ホコリを拾ってこうやって汚れるんですよね。どんどん落ちていきます。あとはですね、こうやってタオルですね、ちょっと捨ててもいいようなタオル使ってください。こうやってですね、きれいに拭いていきます。これですね。ということで、あとそうですね、1,2,3,4 箇所、きれいに落としていきたいと思います。これいい匂いがするんですよ。オレンジオイルクリーナー使ってますからね。ということで、ある程度汚れが落とし終わって綺麗になったところで、洗剤使ってるんで空拭きもしていきたいと思います。簡単でありますが、すべて5個拭き終わりました。ついでといってはなんですけど、ここですね、こう拭いてきた。洗剤が飛び散ってます。
ということで、完了しました。ちょっと最初の分と、見比べてみたいと思います。皆様も、ね、こういうキャスター付きのデスクチェアの掃除をしていただければ幸いかと思います。それではお時間となりましたので、ここで失礼したいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。もしこの動画がよろしければグッドボタン、ご意見アンチコメントがある方は画面下よりコメントの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでないという方、スマートフォン、タブレットでご覧の皆様は画面下よりチャンネル登録できますので、そちらよりチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。